皆さんこんにちは今回は AO 推薦入試志望理由書対策言葉の使い方について学んでいきましょう志望理由書の言葉遣いで大切なことはたった一つ平易な言葉で書くということです審査官は皆さんが研究したい分野のプロとは限りませんですので中学生でもわかるぐらい簡単な言葉で書くことを意識してください 例えばカタカナ語であったり専門用語は控えましょうイノベーションといった言葉よく使う人がいるんですけれども定義をきちんと理解していないと面接で突っ込まれることになります自分の言葉で書くということが大切なんですねイノベーション以外に人間力といった造語こういったものを使う際にも定義に気をつけてください次に文体についてです 文体は大きく分けて2つありますダーデアル調とデスマス調ですこの2つどちらで書いた方がより好ましいんでしょうか結論から申し上げるとどちらか一方に統一することそれが大事ですダーデアル調で書き始めたなら最後までブレずにダーデアル調で書くことデスマス調なら最後までデスマス調です混合にしないことが大切ですその上で 学部によって文体を変えてみるといいかもしれません例えば法学部の場合論理的な文章が好まれるのでダーディアル調の方が読み手は読みやすいかもしれません一方看護学部のような優しさが求められる学部であればデスマス調の方がその優しさ親切心をアピールできるかもしれません そういったように死亡理由書誰が読むのかそういった視点で文体についても考えてみてください死亡理由書では正しい言葉遣いをすることが大切です例えばよく気口と死亡口のことを書く場合があるんですけれども他に音口という言葉もありますこの違い皆さんご存知でしょうか答えを言いますと気口は書き言葉音口は話し言葉になります ですので志望留書に書く際は機構が正しいんですけれども面接で話す際には温厚が正解になりますただしこの機構というのは若干こう面接、えー、志望留書に書く際には堅苦しくなってしまいますので正式名称大学の正式名称で書いても構いませんその際漢字のミスをしないように注意してくださいね 脂肪留書の誤字脱字をチェックするとっておきの方法がありますそれがプリントアウトです一度仕上がった脂肪留書はプリントアウトして紙の文字として見てみましょうそうすると誤字脱字が発見しやすくなるんですぜひ試してみてくださいね今回は以上になりますぜひ面接官が会いたいと思ってくれるような脂肪留書を作っていきましょう ではコッスンでした